仕事の成果を手に入れる今週の運試し。おはようございます。お守りアートアーティストのマリマリです。さあ今週も頑張って仕事をしていきましょう。今週の仕事の流れ見ていくためにカードを引いていきましょう。それではカードをシャッフルしていきます。それではカードが4枚出揃いました。あなたはどの番号のカードを選びますか？それではそれぞれカードを1枚ずつ見てメッセージをお届けしていきます。まず1番目のカードを選んだあなたは、今まで取り組んできたこと、努力してきたことを振り返る週になりそうです。新しい仕事へのステップアップの交渉に、あなたの努力の成果を使って交渉していくといいでしょう。ぜひ今週は今までの努力してきたことを振り返ってみてください。次に2番目のカードを選んだあなたは、仕事や仲間を慈しみ育てる心がポイントとなりそうです。あなたの思い、愛情をあなたらしく伝えていきましょう。また誰かの言葉があなたを成功へと導くことになりそうです。意識して過ごしてみてください。続いて3番目のカードを選んだあなたは、あなたに期待が寄せられる週になりそうです。多少強引と思えるぐらいにあなたの力を発揮してみるといいでしょう。そのぐらいが今はちょうど良さそうです。自分の力を信じて形の総仕上げをしていってください。最後に4番目のカードを選んだあなたは、人生の絶好期がやってくる週になりそうです。いろんな人との出会いがありそうなので、ぜひいろんな方と出会ってみてください。ただし人は慎重に見極めるのが必要となってきそうです。今週はぜひいろんな人と出会い、人を見る目を養う気持ちで今週過ごしてみるといいでしょう。今週のオラクルカードリーディングはどうだったでしょうか？ぜひ今週の仕事に生かしてみてください。またこんなことがあったと感想をいただけると私も嬉しいです。ぜひ今週素敵な1週間になりますように。動画を見ていただきありがとうございました。マリオンでは毎朝ブログでメッセージを上げています。ぜひブログもご覧ください。マリオンの LINE アット、メルマガも登録お願いいたします。